YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。本日紹介するのはこちら、ファンルージュさんのキャブコンパタゴニアという車になります。では早速その室内お邪魔していきたいと思います。こちらがエントランス、車のリア側にエントランスがついてます。こちら扉はですね、このようにするとロックをかけることができますので、雨や風が強い日、お子さんがいらっしゃる方でも安心して使うことができるようになっています。こちらエントランスのウィンドウ、窓はこのように開けることができます。上から下にすれば網戸、逆に夜寝るときはこのようにするとシャッター上げることができます。またこちらにはスリッパを置くようなスペースが確保されておりまして、実はキャンピングカーの足元って冷えることが結構冷えるんですよ。なのでそういう時にすごく使い勝手のいい作りになってます。では早速室内お邪魔します。まずエントランスすぐのところにありますのが、よいしょ、給排水のタンクになります。実はこれ横側、このね、横側、こっち側からのサイドからも取り出しができるんですが、重たい水を持つ時、入れる時はすぐね、エントランスのところをよいしょって置けるようになってます。続いてこちら、こちらがシューズボックスになってます。あとね、もう一つ嬉しいポイントが、実はこれ FRP プラスチックの作りになってまして、汚れに強いんですよ。なのでワンちゃんとか飼われている方は、ここにワンちゃんたちここまで乗せて、ここで足を拭いたりすることができます。なのでね、雨降った日ワンちゃんって結構足汚れると思うんですけど、ここまでね、ワンちゃん乗せたりしても OK。 はい、続いてリアのリアにも大きな扉が、窓がついてます。もちろんね、シャッター上げたりすることもできます。そしてエントランス近くのところにあるのがスイッチ、本当にスイッチ一つで全てのね、照明つけたり消したり、つけたり消したりすることができます。そしてこちらがメインのスイッチ、こちらをつけておいてそれぞれが使えるようになります。そしてこちらがマルチスペース、このように天井部分にも天井部分にも窓がついておりますので、こちらお手洗いとして使うこともできます。そしてこちらが冷蔵庫、上の部分と下の部分両方にロックがついてますので、よいしょ、こんな感じになってます。こちらの部分が冷凍庫、結構ねしっかりとした広さがあります。ここにもね 500ml の缶とかを並べたりとか、上にもね十分入る置けるスペースが確保されています。そしてその上、スーツなどお洋服などをかけることができるスペースになってます。リア側にはですね、まあ、ちょっとしたこう荷物の収納スペースがありますので、こういったところには温泉とかに使うタオルなどを入れてもいいと思います。またね、全ての照明がそうなんですけど、結構目の高さの位置に照明があってあるんですけど、このように目に光が来ても眩しくないような、ちょっとね柔らかい作りになってます。続いてこちらがシンクになります。蓋を開けるとステンレスのシンク、ここの部分には調味料、お塩とか胡椒とか置いてもいいと思います。こちらにはカセットコンロを置けば調理をすることができまして、
この上の部分が換気扇になります。実はボタンを外すだけでこのようにサイドテーブルが出てきますので、まあ、延長してこれだけのキッチンスペースを確保することができます。カセットコンロを置いてでもこっち側でねお野菜切ったりすることもできそうです。こちらのキッチン上部はこのようにね収納スペースが確保されているんですが、ここにねちょっとした缶詰とか調味料とか置いてもいいと思います。そして下の部分も収納がしっかりついてます。先ほどご紹介したこの水のタンク、こちらからも取ることができます。こちらには乾きも乾物、例えばパスタとかその他のもの、缶詰のものとか入れてもいいと思います。はい。あとねこちらには食器類ですねとかを入れるようなスペースの収納がついてます。あとね嬉しいポイントなんですが、こちらに実はコンセントがついてます。外部電源を使うとこちらのコンセントから電気を使うことができるんですが、例えばミキサーを使いたいとか、そういうねあのケトル、お湯を沸かしたいとかっていう時にはここのコンセントから、まあ、ピッと伸ばしてね、ここで、まあ、ミキサー使ったりケトルでねお湯沸かしたりすることができます。続いてこちらがダイネット、テーブルを挟んでここに2名座ることができます。そしてその向かい側にも2名座ることができます。こちらには大きな窓がついておりまして、こちらも当然網戸にしたりシャッターを上げたりすることができます。でこちらですね、簡単にテーブル外すこともできます。ここの出っ張り部分のボタンをこうやって両方とも押して持ち上げるだけでロック解除でテーブルを外すことができまして、こちら足元の部分にこのような出っ張りがあります。ここの出っ張りの部分にこのテーブルを乗せます。乗せるとベッドの天板として使うことができまして、この背もたれの部分、こことあと向こう側ですね、こちら側の背もたれの部分を、まあ、ここの上に乗せて乗せると、ここはフルフラットのベッドとして大人2名が寝ることができるサイズのベッドを作ることができます。こちらダイネット上部ですが、このように収納ボックスがしっかりついておりまして、かなり奥行きもあるので荷物をいっぱい入れることもできます。またファンルーチさんのねデザインの一つであるこのちょっとした曲線の美しさもまたポイントの一つです。そしてその奥にあるのがマガジンラックとか雑誌とかもねそこに置くことができます。そしてこちらが FF ヒーターのスイッチ、ひねるだけで FF ヒーターをつけることができます。こちらパタゴニアの最大の特徴の一つであるリビングルームみたいな、まるでねリビングルームのような作りのダイネット、テーブルを挟んでこちら側は L 字型になってまして、6人ね、座っても余裕があるぐらいのスペースが確保されています。あとこちらここのね部分にも収納スペースがついてまして、例えばワンちゃんとか飼われている方はワンちゃんのリードとかねボールとかこういうところに入れてもいいと思います。そしてこちら運転席上部はバンクベッドになってます。そしてこちらが運転席から見た映像になります。ということで本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますので、こちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。
ください。